よお前ら、俺様だ。今日もね、太陽がボーボー待ってますね。お前らはね、日本酒は好きですか？俺様は、まあ、あまり飲まないですね。飲めなくはないし、ね、飲む機会があったらね、ぜひいただきたいんですけどね。47都道府県すべての米で日本酒を作るプロジェクトなどが発表されたそうですね。今年2018年の9月に東京都内で全国194の信用金庫などが協賛して企業や団体が商談を行う良い仕事起こしフェアというものが開かれるそうですね。俺様知らなかったんですけど。で、このイベントに向けて47都道府県で収穫したお米をブレンドして新しい日本酒を作るプロジェクトなどが発表されているらしいですね。そう、日本にはね、全部で47の都道府県がありますよね。北海道から沖縄県まで47あります。ヨン様はペ様と言い換えられるから、47都道府県はペ17都道府県とも言い換えられますね。ね、日本酒が好きな人って結構いますよね。日本酒オタクっていうんでしょうか。ね、俺様はね、どっちかというとワインの方が好きですね。でも最近はビールしか飲まないですね。居酒屋行ってもね、基本的にビールしか飲まないですね。はい。あ、でも最近ね、ちょっと健康に気を使ってできるだけアルコールは控えようと思ってます。まあそれは別に俺様のことだから関係ないんだけどね。そう。まあ、日本酒でね、まあ、地域おこしをしようっていうことなんですかね。最近ね、地域おこしがね、地方で流行ってますからね。まあ、日本酒で地域おこししようっていう、ね、その地方自治体も多いんじゃないでしょうか。で、このプロジェクトは大地震などの被災地復興も目的としているらしいですね。はい。ね、そう、日本酒。日本酒に限らずね、アルコールを大量摂取するとね、酔っ払いますよね。酔っ払うとね、顔や体がジバニャン色になりますよね。そう、こういう風になっちゃうんですよ。俺っちジバニャンだにゃん、まあ。こんなに真っ赤にはならないですけどね。そう、ジバニャン、でもジバニャン、こんなにジバニャン色ってことは、ジバニャン酔っ払ってるんじゃないの。にゃん、俺っち酒なんか飲まないにゃん。はい。ね。そう、まあ別にね、顔がジバニャン色になるのはいいですけどね。このおしっころの腹巻きはみっともないからね、巻かないようにしましょう。にゃん、失礼だにゃん。はい。あ、あとね、未成年のお前らはね、日本酒飲みたくても飲んじゃいけないですからね。はい。ということでね、今回はね、47都道府県すべての米で日本酒を作るプロジェクトなどが発表されたっていう話でした。ね、俺様もね、機会があったら日本酒飲みたいと思います。それではさよなら。ボーボー。